その、シャブ業様とはご親友なんですよね。この後、もしお会いすることがありましたら、よろしくお伝えください。シャブ業様、すでにご存知のこととは思いますが、現在、離島に天領奉行の者たちが集結しており、ヒイラギ様を迎えようと躍起になっております。先日は、とんだご無礼を働いたというのに、このようなことを申し上げるのは、実にはばかられるのですが、何とぞ、寛大な処置をお考えいただけませんでしょうか。松浦様、申し訳ございませんが、私は公務で忙しいのです。この後も別の予定が詰まっています。簡単に時間を割くことはできません。何か用があるのでしたら、率直に言っていただけると助かります。我々の謝罪が取るに足らないものであることは百も承知です。しかし、現状はこのように謝罪をする以外方法がありません。勘定奉行の者たちも皆、ことの深刻さを理解しております。ヒイラギ様は私たちにとってなくてはならない存在。これからもずっと力になっていくことを約束いたします。ですから、シャブ業様に間に入っていただき、九条様ともう一度話し合っていただけないでしょうか。口では何とでも言えますね。今さら布告を撤回すれば、人々に嘘をついたことになる。きっと稲妻の民は三奉行を嘲笑うでしょう。これについてどう対処するおつもりで？三奉行を貶めることは将軍様の顔に泥を塗ることに等しい。あなたたちは果たして雷帝の怒りに耐えられるのでしょうか？それは我々が全責任を負います。それから新たに布告を出し、説明の場を設け、全ては誤解であったと民に知らせるつもりです。なるべく影響を最小限にとどめるよう努力します。松浦様、このような結果になると知っていれば、初めからこんな愚かな行為はなされなかったでしょう。しかし、おっしゃる通り、私や九条様の心情がどうであれ、三奉行は稲妻の行く末を何より優先する必要があります。このままでは離島で起こっていることの収拾がつかなくなるでしょう。それに、ヒイラギ様や離島の人たちに罪はありません。これは非常に重大な問題です。速やかに解決を図らなければ、流言飛語が飛び交い、三奉行の評判はどん底まで落ちてしまう。鳥を飼ってみれば理解できるはずです。よく下の回る鳥は心地よい鳴き声を響かせることもあれば、気が散るほどおしゃべりすることもあります。舌があまりにも長すぎて飼うことすらままならない鳥なら、舌を切ってしまえばいいんです。そうすれば一瞬で解決できますからね。はい。あなたの目的は分かっています。私が九条様と話しても構いませんが、それで気が変わる保証などありません。それも承知の上です。シャブ業様のお力を借りられるだけで十分です。わかりました。ではそろそろお引き取りください。勘定奉行にはまだ後片付けが残っているはず。そうでしょ？はい。ではこれで失礼いたします。シャブ業様には何とお礼を申したらいいか、心より感謝いたします。